ぶ下ってきました。大体登って神社は大体登っていくような感じなんですけど、下るのはあんま今まで記憶ないです。これはちょっと車じゃ、まあ、行けないことはないですけど、結構まあ怖いような感じですよね。これ下もだいぶ下がるというか、この下になんか神社があるみたいですね。これ、あ、見えますかね。ちょっと行きましょう。ね、なんかあの高橋市の川上町のあたりに来てます。なんか近くにね、館山ですかね。なんかそういうのあったりする場所なんですけど、なんかあの秘境の神社的なのがこの近くに、まあその近くにあるということで、まあちょっと来たわけですけど。まあ、なんかちょっと岩が特殊ですね。なんかあの鉱山とかでね、よく見るような岩の、岩というかあの形してますね。近くに鉱山でもあったのかな。またマニアックな神社ですね。注意、まあ、向こうにもね道がありますね。あ、なるほどね。あ、多分昔の道でしょうねこれ。で、杉の木だ。すごい枝分かれしてますね。で、多分ここが昔の道でしょうね。すごいな、これあの上にもあるんですね、建物。やば。いや、立派な建物。な感じですかね。失礼します。結構やばいな。多分紅葉のシーズン、モミジが綺麗に咲いてるんでしょうね。これして全部モミジの葉っぱですね。
しょ。すごなんかお城みたいな感じ。よいしょ。すごい。しんどいな、結構歩きました。すごいな。すごい歴史を感じます。よいしょ。よいしょ。なるほど。ちょっとここ手を合わせましょう。すごいな。古いな。よいしょ。すごい。ここでもちょっと手を合わせておきます。ここに住んでんのかな。ここまでですね。いやー、すごい立派な岩肌ですね、これ。ずーっと上まで。あの上にね、なんか人みたいな猿ですかね。上。なんか持ち上げてるような感じでも。すごいな。できましたけど、
なんかかなりねご利益のありそうな雰囲気のする、中ですけども、なんか結構卑怯なね感じです。周りにも木がね生い茂ってもね、興味ある方ぜひ来てください。結構ね冬のシーズンとかちょっと滑るかもしれないんで、また時期をね改めて来た方がいいのかなと、特に冬の場合は。